開脚ベターができるようになるための人気の股関節ですね。お尻歩きです。これにはですね、コツがあって、このように足首を持った状態で、かかとをお尻に寄せるのではなくて、かかとの位置にお尻を持っていきましょう。どうぞ。そう、このうんうんっていうのです。結構です。続けていきましょう。動画を見てる皆さんもおそらく、最初お尻が動かなくて、足がただ伸ばして閉じてになっちゃうんですけど、そうじゃなくて、今彼女が頑張っているように、お尻を前に頑張って運んでください。非常に股関節開くトレーニングです。股関節とお尻、骨盤、全部の筋肉を使うので、全体的に股関節周りの筋肉が緩んでいきますので、ぜひやってみてください。頭を突っ込んで、足首をしっかり握ったらば、足のところにお尻を持っていくトレーニングです。人気の尻歩きですね。そうです。股関節を開きたいので、なるべくお膝が床に近づいていくイメージで、どんどん進んでいきましょう。最初、その場で持った足を曲げ伸ばししかできなかったと思うんですけど、だいぶ動くようになりましたよね。かかとの位置にお尻を持っていく。お腹とお尻の筋肉、腕の筋肉を使って最初辛いですが頑張ってください。目の前にある棒をくぐるようなつもりで焦る必要はないので、伸びた足のところにお尻を持っていきます。